大正寺川は、石川県南部を流れる二級河川。北陸地方には、珍しい上緑紅葉樹林の原生林、鹿島の森が、北関湖の湖口付近の川沿いに広がり、植物学的に興味深い。石川県加賀市の南端にある、大日山に源を発し北流。山中温泉、名前の元となった旧大正寺町を経て、潮屋海岸で、日本海に注ぐ。 早くから上水道、発電などに利用されてきた。1965年4月には我が谷ダムが完成し、翌年4月県営我が谷発電所が発電を開始した。また2005年6月には九谷ダムが本格運用会された。上流の加賀市や天中温泉で先属川、杉の水川と我が谷ダムで大内川と合流する。中流部では、 加賀市大正寺町地区でサンタニ川と合流し、大正寺町を整流し、塩谷港で日本海に繋がる。旧流路は市街地で蛇行しており、しばしば氾濫したため、流路の直線化及び上流の河クダム建設が行われた。市街地の旧流路は、本流から分岐、合流する旧大正寺川として残っており、沿岸は公園として整備されている。なお、 旧大正寺川では2006年から流し船による遊覧があったが、運航ルートの安全確保が難しくなり、2020年4月に廃止された。川口付近で北関湖と合流する。北関湖のここから川口までは、福井県と石川県の県境になっている。我が谷釣橋コオロギ橋あや,や鳥橋上流より示す。県政の主な歩み、石川県。 2009年1月31日閲覧。木場方の流し船、回収小松市、9月20日から、運行報告新聞、2020年8月25日。ありがとうございます。